優不要法は、日本の競争馬。2001年の中山大障害を最低人気で、制した。馬名の由来は、冠名、優二、不養本。父ラグビーボール、母は、カブト山記念優勝馬で、優秀品馬二着の優美六。前兄に長距離重賞三賞の優先賞。半兄に中山グランドジャンプ連覇の名ジャンパー豪快、判定に障害で。 落馬6回のマイネルユニバースがいる。デビューは遅く、2000年3月25日に、中京競馬場で行われた4歳未出走戦。11頭だけで9着に終わるとその後は、芝長距離を選んで出走し、計6戦したものの最高が5着と勝ちきれず、半アに5回の活躍もあってその年の10月にはあっさりと、障害入りする。障害デビュー戦は5着に終わるものの徐々に飛び越しを、 覚えて4戦目で、初勝利。小級五初戦で3着、2戦目で2着と検討するが、その後は、勝ち馬から大きく離されるレースを続ける。そして迎えた2001年暮れの中山大障害。10頭立てと消頭数になり、春に中山グランドジャンプ連覇を達成しこのレース2年、連続2着の兄、豪快が1.8倍の一番人気。 東京ハイジャンプカチューまで前走の障害オープンでキューバ審査の圧勝した金とシガバナーが2番人気に押される中で、UF 用法は単勝100倍超の最低人気での出走となる。レースはスタートから金とシガバナーが先頭に立つが、3番人気、牧畑コンコルドが早々に落馬。4番人気、ギフテッドクラウンも大竹作障害で落馬。金とシガバナーもハイペースがた,たったのか。 最終障害で落馬するなど、計4頭が落馬する荒れた展開となる。上位人気が次々に競争中止していく中で、早め、先頭に立った豪快の念願の中山、大将が優勝なるかと思われたが、最後の直線にかけた有夫要法が一気に差し切り、豪快に2審査をつけて優勝。兄弟での1、2着を達成した。起乗した今村康成は、 初の重賞勝利を JGI で果たした。豪快はこのレース3年連続の2着となり、翌年の中山大障害に出走することなくターフを去っている。UF 用法は、その後2000は連続で落馬、それからも掲示板に乗ったのは、勝ち馬からは5秒離され6等落馬した2003年の阪神スプリングジャンプのみで、2年後の同レースを最後に引退した。 結局、障害で勝利したのはわずかに2回、2着も1回だけであり、一発屋であったと言える。現在は、馬術競技場として、名古屋学院大学馬術部に所属。ありがとうございます。